こさんオタクあるあるをお届けしてていいのかい。こさんオタクあるあるをお届けしていいのかい。お届けしていいのかい。いいのかい。せっぱいみー。キュータン動画。みみみみなさん。みなさん、こんにちは。こんにちは。もう10月の中旬なのに、1日半袖で過ごしてんの、おかしくね？おかしいです。みなさん、日々の陽気に、心は、体は、ついていっていますか？何かにすがるように、すがるものもないくせに、そんな言い方はない。すがるものもないくせにすがろうとしていませんか？そんなすがるものがない皆さんのすがりどころでありたいキューちゃん動画、今夜もお届けしていきます。よろしくお願いいたします。今日は子さんオタクある R をお届けしていきたいと思います。ちょっとカメラが回ってるかチェックします。チェック OK です。いろんな子さんオタクあるあるが届いていますので、それを見ていきたいと思います。現場通いすぎてアリーナ弾いたとき、もうなんか申し訳ないとか大声で言ってる、かっこうざいうざいって言っちゃダメじゃん。ただこれはうざいです。申し訳ないってなんだよって話だから、そんな別に抽選なわけですから、別に申し訳ないとかないんで、普通に喜べや。申し訳ない、しかもその申し訳ないって思ってないやつの申し訳ないほど腹立つことはない、ないよね。やったーって言ってれば別に何も腹立たないんですよ。申し訳ない、なんか申し訳ない、アニメ弾いちゃったんだけど申し訳なさすぎ。はぁ、申し訳ないと思うなら交換してもらってよろしいですか。はい、こちら500レベルのチケットですね。レベルって何なの。あのさ、アリーナスタジアム系のさ、レベル表記あるじゃん。400レベルとか500レベルとか、レベル7とかレベル4とか、レベルって何？レベルって何？分かんない、なんか怖い怖いよ。レベルって何？鼻につきますね、これは。やっぱちょっと鼻につくかな。申し訳ないけれども。続いて、メンバーの絡みの変化を知れる。分かります。あれ、あの頃はこことここのメンバー仲良かったのに、あ、最近はこっちの方が仲いいんだとか、あ、初期はあの末っ子の子結構甘えん坊でお兄ちゃんにめっちゃ甘えてたのに、なんか最近あれ反抗期とか、あと、あ、このメンバーとこのメンバー最初の頃結構お泊り会とかするくらい仲良かったのに、今は全くだね。香ばしいね。なんかこう、我々オタクって全ては見れないわけじゃないですか。グループの活動の裏側はやっぱ見れない。メイキング入ってるっつったって、あんなのはみんなカメラ意識してますから。裏とは言わない。分かんないけど素を見せてるようで、ガチの素なんて見せるわけないんですよ。まあ本当のド素なんてそんな見せたらもうそんな人たまりもないですから。ってなった時に、メンバーは自分たちの人間関係はこうステージ上で行われてるものしか見えてないんじゃないかって思いがちなんですけど、我々オタクっていうのはかなり収穫がいいですから、収穫とここの情報も駆使して、最近あのメンバーとあのメンバーちょっと違う感じになっちゃってるよね、なんかちょっとなんか悪いよねとか、わかるんですよね。わかるんですよ、意外と。で、わりかし当たってる気がしないか、そういうメンバー同士が。じゃあなんか後日談というか、何年か経って全部が和解した時に、あの時は誰々と仲悪かったとか話すじゃないですか。会話ができない、よくあるじゃないですか、アイドルの方って。あれ、完全に点と点が一致って、あの時のあれは間違ってなかったんだっていうのはありますよね。そのメンバーの絡みの変化を知れる、これはやっぱ子さんだからずっと見てるから、それ新規じゃちょっと分かんないですからね。はい、フォーメーションだけで次の曲が分かる。本当にそう、フォーメーションあれですよね。あの、それでは次の曲聴いてください。移動した瞬間にある曲だ。
それでは次の曲聴いてください。だる、わかるけど、てかあれわかるの気持ちいいんだよね。あれ曲だってわかるの気持ちいいし、逆になんかその分かられることもあっちの運営とかメンバー側が分かっててフェイクかけてきたりするじゃん。それそのフォーメーションからその曲みたいな時は、それはそれで会場はぶち上がります。ぶち上がりますよね。でもあのフォーメーションで次の曲分かるの気持ちいいんだよな。気持ちいいね。そういうの気持ちいい。やっぱちょこっちがワンステップワンステップワン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 って1点ワンテンワンかワンワンクッション早く気づけるっていうのは、やっぱオタクはそれがもう本当に気持ちいい瞬間、もう結構もうオタク生活の中でも絶頂の瞬間ではあるので。そうなん、え、そうなん、結構気持ちいいじゃないですか。このうわ先にしなかっちゃった、この数秒だけど、うわ次今日のある時だな。だからあれ気持ちいいよね。わかりますよ。もう母親みたいな気持ちだからという母親面オタクのふりをした彼女面オタクいるな。子さんでいるな。母親みたいな気持ちのオタクって言うていないですからね。いるけど偽物はかなり多い。母親面、保護者面をした、いれる彼女面ですとか、リア子。母親面、保護者面というマントで身を隠した、ただのリア子さん。ただの彼女面オタクさん。めちゃめちゃいます。お気をつけください。お気をつけください。これ本当に気をつけてください。騙されちゃいけません。あ、この人って、保護者面オタクなんだ。母親面オタクなんだ。じゃあなんか別に自分も別に気兼ねなく話せるわ。言ってるけど意外と嫉妬の塊の可能性あるんですよ、あるんですよって今小声で言いました。これだから怖いです、オタクって。だからあの基本的に母親面オタク、保護者面オタク自称してる方ほとんどリア子です。そんなわけないんですから。保護者面オタクなわけないんですから。じゃあいざ推しに告られたらどうするんですか。よろしくお願いしますってなるだろう、なるだろうって。気をつけてください。明けっぴろげにしない。現場では常に警戒しとく。心を許さない。グループ名変わっても昔の呼び方の方が馴染んでるからって呼び続けるだるいな。改名してんだよ、変化についてこいよ。腹立つわ。馴染まないんじゃなくて馴染もうとしてないんでしょ。もうグループ名変わってるんです。グループの前後に違う文章ついたんです。単語ついたんです。でもなんかこうグループ名がさ変わるじゃないですか。もう人間って不思議、オタクって不思議だよね。なんかさ改名とかになるって言うとさ、やっぱさってなるじゃん。はぁ、何年それみたいな、嫌だねみたいな、全然ぽくないよねってなるけどさ、本当にすぐに適応能力があるんでしょうね。すぐに馴染みます、すぐにそれでしかないってなります。新メンバーもしっかりです。新メンバーが入ることもすごく多いですけれども、もうアイドルグループとなると、もちろん最初はね、特にオリジナルメンバーだけでやってたり、1期生しかいない時に2期が入る、新メンバーが入るってなると、結構早ってなるんだけど、大丈夫です。すぐになれます。我々は今だけ文句言わせてください。すぐなれるんで。のありますよね。だってずっと違和感があり続ける、まあ、中にはずっと反対もいるんだろうけど、基本的に入ってくれ、何年か後にはあの時大変な中入ってくれてありがとうになりますからね。やべ、鼻毛、ちょっと鼻毛が生えてたことを忘れてたんだな。右左正面禁止させちゃう、これでびっくり。これ新規に余ってるグッズありませんかって言われる。かわいい。そうなの、え、新規オタクが子さんに、すいません、あの余ってるグッズってありませんか、かわいい。なんかけなげ、なんか新規ってね、言うてやっぱり新規も新規の意地がありますから、こうなんかこう子さんに、まあ、うまくそれでいる人もいるけど、なかなかね、こっちはこっちでプライドあるからみたいな、新規は新規で、ね、子さんなんてもちろんプライドありますから、プライドとプライドのぶつかり稽古、プライドとプライドのぶつかり稽古みたいなところありますから、それをプライドしてて、あのちょっと余ってるグッ
とかありませんか？かわいい、それはあげるやん。そういう新規が子さんに可愛がられます。ただ何子さんに可愛がられるって、なんで可愛がられなきゃいけないんですか？いろんなオタクがいますね。圧倒的オーラを醸し出してる子さんな。なんだろうね、存在感すごいよね。もう現場にいるとさ、あ、いるってすぐになんか波動が出てるんかな。あ、すごいよね、存在感がすごい、いるっていう。でも匂いがしてくる違いますよ、なんか香りってくるもん、存在がすごいよ。でもさ、オーラって何なんだろうね。僕さ、なんか昔ね、本当に昔、学生の頃とかはなんかちょっと芸能人を見かけたり、コンサートとかにそれこそ行った時とかにオーラがすごいって思ったり、確かにじゃあいわゆるオーラかなって感じるものはなんかさ、オーラがすごいって思ったことはあるんですけど、最近人のに対してオーラすごいってなったことがないんだよね。オーラって何なんだろうね。オーラって何？オーラって何なんですか？みんな最近オーラ感じてる？僕人にオーラ感じないんだけど、何なんだろう。今これでオーラっていうものを思い出したくらいに人にオーラを感じたりしなくなっちゃった。感性の劣り？あの感性だけは劣りたくない。ウィーン。劣ってないよ、これやるようなやつ劣ってはないと思うよ。でも本当にオーラって何なんだろう。あれ、いわゆる世の中の人たちがいるオーラがすごいの、オーラって何なんだろう。オーラって何？人見てオーラ感じないんだよ。何なんだろう、オーラって。オーラ、オーラ、オーラって何なんだろうとか思うよね。何ですか皆さん、聞きたい。オーラをみんな感じたことがあるのか、まあ、あるか、人にオーラは感じるか、人生の中で一度はあるか、この人オーラすごいみたいな、あのオーラの正体って何だろう。オーラってさ、存在しないでしょ。オーラって存在するんですか。オーラ、オーラって何。オーラ、ね、言いたくなっちゃう。オーラって何？え、じゃあいわゆる世の中の人がよくさ、じゃ有名人見て、あの人オーラすごかったよっていうオーラと、よく言う占い師の方が言うあなたのオーラは何色ですっていうオーラは一緒、まあ、一緒なのか。じゃあオーラは分からん。グループが人気出てきて賛成派と反対派が現れる。いるね。でもさ、反対派って意味分からんけどね。意味分からんくはないよ、気持ちは分かるけど意味わからんよね。わかるけどわかんない。やっぱどっちにこう比重を置いてるかなんだろうな。推しか自分か。だって推しはさ、絶対人気の方がいいわけじゃん。だって大きい会場でライブできた方が、それアイドルになってるような人はさ、大きい会場でそれはライブしたいでしょうし、わかんないけど普通はそういう人の方が多いだろうしね、大きくなってきたいだろうし、有名になりたいだろうし、じゃなきゃ続けないだろうし、でね、やっぱ大きくなっていけばお金だってね、それ相手の子たちはお金持ちにもなっていくだろうからってなったら、やっぱ大きくなっていきたいけど、じゃあファン側からすると、もちろんファンからしても大きくなっていくことは嬉しいこともあります。大型番組に出る、テレビ出演も増える、大きい会場の推しを見れる。ただ本当に自分の子として見ると大きくなると遠くでしか見れなくなる確率は高くなるんですよ。どんどんキャパが広くなっていくから、そうすると物理的にちっちゃくしか推しを見れない、軽率に参加できる接触とかもなくなる。で、なんか自分だけが知ってる自分のもの感も薄れる、みんなが知ってるものになってしまう。で、場合によっては認知され、規模がちっちゃかった時は認知されるのに認知が切れる可能性がある。あと、もうそれこそチケットも取りづらくなる。簡単に取れてたのに、は？全然チケット取れへんやんけってことにもなる。一人の個人としてのファンとしてはマイナスなこともかなりあるんですよね。
あるんですよってなった時にってことですよね。反対派と賛成派でも絶対反対は意味が分からんのよ。賛成であるべきなんだけど、それは分かるよ反対の気持ちも。ただ本当の執着の執着で言うと、やっぱり大きくなっていかないと、じゃあグループは続かんよってなった時に、反対派の人はそんな自分のことだけ考えてたら結果グループなくなってしまうから、大きくなっていくことに力を合わせてこうよってことでしょ。バズった曲が出る前はこんなに人気になるなんて思ってなかったのになって子さんアピする。それはそう、あの曲で人気になったから、なんかもうにわかのオタク、すごいなんか若い子もいっぱいいて、こんなになると思わなかったよね。それはそんくらいさせてよ。だって今こんなに人気なんだよ。で、そのバズる前から知ってんだよ。そりゃちょっとは偉そうにさせて、周りより世間より先に気づいてたんでっていうのはありますよね。でもやっぱバズった曲とか、いわゆるバズったじゃなくても人気の曲とか有名な曲って、やっぱしごちごちのオタクだとしてもライブで聞くとやっぱテンション上がるというか、だからなんかさ、やっぱ長く応援してたりさ、本当にごちごちのオタクになってくるとさ、カップリングとかさ、アルバムの曲とか本当に深掘りした曲中にさ、もう名曲なんてたくさんあってさ、その中にさ、マジで好きな曲とかさ、普段って割とそっち聞きません？僕はそっちなんですよ、日常生活で。割ともちろん好きな曲だったら有名な曲も聞くけど、基本なんかカップリングとか、ちょっと今なんかそれこそなんか子さんぶってる、オタクぶってる、カップリングとかアルバムの曲とか昔のアルバムの曲とかの方が聞きたくなったりするのね、日常の中で。ただライブってなったらもちろんそういう曲も聴けるのも嬉しいんだけど、結果なんかこう高ぶんのはバズった曲だったり有名な曲だったり売れた曲はやっぱり来たってライブだとなるんだよね。でもなんかあれ何なんだろう、でもこう会場っていうもの、お客さんもいるから、ここの熱気がガッと上がるのはやっぱ有名な曲、バズった曲、売れてる曲なんだよね。ってなると全員が知ってて、全員がテンション上がるから、うわって会場がなる感じがする。だからなんだ偉そうに、そういう感じするんだよね。何なんだろう僕って、偉そうにさ、ここにいつも座ってさ、オタクのこと偉そうに、そういう気がするんだよね。うん、やっぱそうだよね、じゃねえろ。バレてると思うけど、この後言います、リオでじゃねえろ。どんどん広くなるキャパに虚無、切ないね、切ない、虚無だって。どんどん広くなるキャパ、自分は全部チケット買っていくけど、キャパだけどんどん広くなって、どんどん推しが遠くなって、どんどん自分の存在がより一部になっていっちゃう、より一カスになって、一カスっていうな、ほんの一部になってしまう。あの切なさ、グループが大きくなっていく切なさって、やっぱり自分のカス度が増していくというか、なんか今までは紙を丸、新聞紙丸めたくらいの大きさのクズだったの、ゴミクズだったの、会場で言うちょっとまだ存在感あったのに、このキャパになったらもうそれはもう誇りくらいだって思っちゃう。なんか自分の存在がどんどんちっちゃくなっていくというか、会場の中で占めてる自分の密度が少ない。どんどん広くなるキャパに虚無は、なんか一曲書けそう。切ないです。現場に高校生とかの若い子がいると、なんで？でもありがとうってなる。誰な？いるけど、なんでこんなにいんの？でも本当ありがたいよね。ありがたいと思い、誰な？ありがとうはお前誰としての何？ただ気持ちはわかります、わかるけど、わかるけど、でもお前何？わかるよ、ありがたいなって。だからいわゆるじゃあ男子しかいない現場だと、若い女子とかが来ると、わ、女子いっぱいいるね、なんで？でもありがとうとか、大人しかいないとこだと、ちびっことかがいると、わ、ちびっこで親子連れがいる、すごいいっぱいあるね、なんで？でもありがとうっ
ってことでしょ。そのそこの現場で大多数を占めてる以外の人がバッて増えた時にありがたいよね、ここの層から支持されてありがたいよねって。あの誰なわからんけど、売れれば売れるほど子さんお呼びでないツアーセトリーになっていって不完全燃焼で終わる。あれなんだろう、今ライブに行ってきたもののあれ物足りないっていう。だからやっぱそのやっぱ売れれば売れるほどグワッて売れた時にアルバム出してアルバムを引っ提げたツアーってなると、じゃあアルバム引っ提げてます、新しいアルバム引っ提げて最近バズった曲をね入れて、でバズった曲に沿ってそっからやっぱそっちに寄り添った方向性も固まるんで、あこっちがハマるんだ世間にって運営もなるから、そっちに寄せた曲が増えて最近の曲で割と固められるツアーが、昔のカップリングもやってほしい物足りない、満たされない、あります、あるけど、なんかなんでか知んないけどさ、自分の一番聴きたい曲ってさ自分の行った公演ってやんなくね、あれなんで、え、これ僕だけ、結構どのアーティストもなんだけど、僕が一番聴きたい一番好きな曲行ったツアーでやらんのよな。あ、で、あ、何？あ、あ、僕が行った 前日はやったんだとかある。まあそれだけね曲数があるってことですから嬉しいことではあるんですけど、やっぱ聴きたい曲がね聴けてないなっていうのはあるけどね。でも歌声を聴けるだけありがとうだよね。初期の頃の曲やってくれた時の湧き方がえげつない。そりゃそうだよ、我々コサモタクの見せ場だからね。もうイントロで、イントロ流れてするから、いやーこれはテンションが上がってのイヤーは、テンション上がってだけのイヤーだったらはぁくらいだけど、それイエーってなってんのはもう周りへのパフォーマンスだから、これエンターテイメントです。オタク、子さんオタクの普通の喜び具合だったらはぁくらい、そっからのイエーは知ってるよーだから、昔の曲でーす、私このこれリリースした時から知ってます、いやーめっちゃテンション上がってます、みんな知らないよねーってことですから。喉治ってよかった、高い声も出る、喉壊してたんですよ、まあ、前回の動画見てくれたらわかるけど、あーほら、あー動画見てさ、ボイトレの先生がさ心配して連絡くれたもん、あるある動画見て、動画見ました、大丈夫、数字はすごい伸びてるけど大変だって、出なくなって焦っちゃったよ、やっぱちょっと弱いんだなと思った喉が。僕定期的にやるんですよね整体、一回結構昔になっちゃって、整体炎に、その時はもっとひどくて、確かにその時はね、なんかなんだっけな、点滴か注射かなんかしたんじゃないかな、本当にひどい時があったんですよ、本当に復活しないみたいな。でもそれが分かったから、最近は調子が悪いってなったら喋んないようにするのはもちろんですけど、もう朝晩吸入もして、もう湿度ひたひたにしてとか、なんか対処はさ自分でさ、もう年齢わかるからさ、回復も早くなったけど、でも喉って強くならんのかなんないのかな、やっぱ弱いんだよな僕喉が。えん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 、久しぶりに歌ってます、えん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 、この歌久しぶりです、えん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 、悲しくて泣きたい時にこの曲を歌います。せいきゅうちゃんはよろしくお願いします。ということで、子さんオタクあるあるお届けしてきました。子さんオタクの皆さん、子さんオタクは現場を牛耳ってそうに見えて、生きやすそうに周りから見られているけれど、
何かにつけてマウント取ってるように見えちゃうんじゃないかですとか、子さんだからこそ逆になんかがんじがらめで現場に居づらい、そんな気持ち私わかります、その気持ちわかります、子さんにしかわからない悩みあります。なので子さんが現場でより生きやすい、いや生きやすいやつは生きやすいと思う、牛耳ってるやつは本当に牛耳ってるんだけれども、全ての子さんが現場で煙たがられずに幸せに楽しく、もちろん長く応援してるんですから、それは楽しく推し活してほしい、楽しく推し活できることを祈っております。全国の子さんオタクに幸あれ。オタクは誰でもいつかは子さんになるわけだからな、厄介な子さんは自分の未来でしかないですからね。チャンネル登録みんなでしよう、チャンネル登録みんなでしよう、チャンネル登録みんなでしよう、チャンネル登録みんなでしよう。